はい、皆さん、毎度毎度。縮毛矯正をね、かけたいお客様に一言ね。宿毛矯正は基本根元のリタッチだけなのよ。お客さんとしてはね、どうせかけんだから全部かけてもらっちゃえて前回かけた分も何もね。それやるとね、大抵の場合はね、毛先中間が非常に痛む。<laughs> 単純に痛む、まあ。髪の毛のなんか腰が抜けたみたいなスカスカっていう感じの毛になっちゃうかな。まっすぐはまっすぐなんだけどね。なんかもう本当に、 分子が破壊された髪の毛になってるっててるいう感じお客様もね、どうせかけんだから全部かけるとかって、それやめた方がいいね。はっきり言って。うちはね、あの、面倒くさいから毛先中間つけるないんじゃなくてね、まあ、つけなくても綺麗だし、まあ、徐々に徐々にね、枝毛、切れ毛も減るし、つけねえからで。自然な髪の毛の状態を保ちながら、まあ、根元し毛矯正っていうのを、しくも矯正をしてられるっていうのかね。し毛矯正の薬は強いからね、基本、 ま、根元リタッチぐらいまあ、リタッチってもちょっと幅があるんだけどね。それつけて、あとはもう触んないのが一番綺麗だよね。だから、お客様もね、ついだだから塗ってくれって、これはね、ダメ。髪の毛いじめてるだけ。あと、美容師もね、なんだかわかんないけど、親切心で塗ってしまうこれ塗るなら塗るで、本当に水つけて薄めてさ、うわーこれ非常に難しいんだけどね、すごく薄めて、あの、かからない程度、痛まない程度、それでもね、やっぱりダメージっていうのは蓄積されていくからね、髪の毛にね。お客様はね、基本ね、 あの、美容室に行って宿毛矯正かけるときは根元だけっつってね。中間毛先はね、薬つけないようにしてもらった方が無難だよね。じゃ、中間毛先つけなかったら、うん、綺麗になんないじゃねえかとかね。もう痛んでるやつはね、何しても綺麗になんないし、その場しのぎで綺麗になったように見えるけど、家帰ってシャンプーしたらまたチリチリになるしね、ビリビリになるっていうのあの、ビビっちまってね。だから基本美容師もね、もう痛んでる中間毛先は塗るなと薬。あ、でも中にはさ、 常に美容師さんが、し毛矯正の薬、薄塗りでさ、濡らした状態で薄塗り、健康網なのにさで、薄く塗ってね、ほんで、一応その日は、まあ、真っすぐになって家帰ると、1ヶ月後にウェーブばっかして取れてるっていうのを、そういったか、適当なし毛矯正かけてるとこは、毎度毎度全部かけなきゃダメかもしれないけどね、痛みも少ないからね。あと、まあ、よく言うのは、うちの薬は全く新しい薬だとか、そ,こそ,う,いう,そういう店行かない方がいいよ。伸びねえから、癖が。 そういうとこは宿毛強制剤じゃねえから、それ。宿毛強制剤じゃ、罪じゃ,じゃ,じゃあねえ薬でパーマかけてるから。伸 <laughs> びっこしないんだよ。まあ、その場しのぎじゃなってて、その場しのぎだから美容師も気づかないんだよね。で、半年もするとね、そんな薬使ってるとね、宿毛矯正のお客さん誰も来なくなるよ。うん。はい、お疲れ様でした。